最強でガラシ王子の暗躍帝位争い、星3。ハンターハンターの課金王国みたいな感じの国の第4王子に生まれたオスが主人公。主人公には双子のオトジャが存在し、そのオトジャは有能、人たらしの性格のために一部の部門とかから慕われているという感じ。その国では課金王国よろしくトップ3王子が誰が月のトップになるかの権力争いをしており、主人公と双子のオトジャは権力争いには興味がないが、もしも仮にトップ3人のうちの誰かがトップになったとしても全員蛇のような陰湿な性格なので、自分以外を暗殺するだろうという性格設定。よって主人公と双子のオトジャは生存権の確保するためにいやいや権力争いに参戦して自分たちが権力者の一点を取らないとならないというような感じのシナリオ。主人公は、性格が悪く、放蕩息子なので周りの評価は最悪、ただし双子なのでハッピーセットよろしく主人公のオトジャがトップにならないと主人公も一緒に仲良しさせられてしまうという感じ。兄より優れた弟など存在しないということで、主人公は評判は悪いが有能で性格はルルーシュみたいな感じのエキリスト設定。そいつはその国で世界一強な正体不明の冒険者という権力を持っており、主人公が育てたその冒険者という権力を使ったりしてオトジャがトップに君臨するのをサポートするというシナリオ。シナリオがよくできており、内政パートもしっかりわかりやすく説明してくれるので読者が置いてけぼりになることはないし、読みやすいしバトルもあるし、ハーレムを拡張する展開もあるというかなり上質なナロー系作品。枠が空いたらワンチャンアニメ化もあり得る作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。